さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のエキシビションマッチが組まれております。それでは早速参りましょう。まず三塁側、北海道日本ハムファイターズ、先発投手は田中、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側、東北楽天ゴールデンイーグルス、先発投手は渡辺、本日絶好調。それでは先発投手をご紹介します。マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている渡辺。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番平沼。テンポよく行くか。打った、ファールボール。次が4球目、空振り三振。狙い通りビシッと決まりました。そしてバッターは石井。チェンジアップ、空振り三振。そしてバッターボックスは高浜。さあここはどういうコースと球してくる。最後はタイミングを外してきました。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきます。渡辺連続三振で切り抜けています。バッターは DH 清宮。背番号21。空振り三振。バッテリー狙い通りの投球でした。そして迎えるバッターは森山。直球見逃し三振。見事なクロスファイヤー。では改めてリプレイをご覧いただきたい。ここでバッターは谷口。さあ仕留められるか。打ちました、ファウル。投球これから6つ目。チェンジアップ見送ってボ、投げた、打ちました、センター前ヒット。谷口安打を放ちます。ツーアウトから先制のランナーが出ました。ここでバッターボックスは大島。最後は抜いた変化球。2回の表が終わって0対0、現在同点です。バッターは8番姫野。よくってボール、低めギリギリのコースです。打った、ファールボール。さあこれで決まるのか。外角よくってフォアボール。フォアボールでチャンスメイク。そしてバッターはオールイ。なんとか食らいついてほしい。2球目を投げた、バント。サードボールを掴んだ、アウト。さあこれでランナーは2塁からホームを狙います。ワンアウトランナー2塁に変わります。第2球投げました、ストライク。外低めいっぱい、直球見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。チェンジアップ、空振り三振。渡辺勝負どころで踏ん張っています。そしてバッターボックスは石井。なんとか食らいついてほしい。第2球はこれはボール、1ボール1ストライク。インコース引っ張った、一塁線破った。姫野三塁回った、ファイターズ1点返しました。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。ファイターズ得点を挙げ、なおもランナー一塁。そして迎えるバッターは高浜。投げました、低めいっぱい、ストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました、ファウル。投球5つ目、打ちました。山崎ボールを掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対1、ファイターズこの回追い上げを見せています。ゲームは中盤4回に入ります。バッターは DH 清宮。ストライク、アウトローへ。第3球は内角低め見送ってストライク。これで追い込みました。チェンジアップ見逃し三振。ここでバッターは森山。さあ外してくるのか。さあ次は何で来るか。打った、ファールボール。投球5つ目、打ちました、レフト前ヒット。森山ヒットを放ちました。ワンアウトから同点のランナーが出ました。ここでバッターボックスは谷口。なんとか優位に持ち込みたい。打ちました、ファウル。カウント2ストライク。チェンジアップ見逃し三振。渡辺見事なピッチングです。そしてバッターは大島。ボール外れた。ここは慎重に行くか。最後はタイミングを外されてしまいました。4回の表が終わりまして2対1、ファイターズこの回の攻撃は0で終わっています。バッターは8番姫野。さあ勝負してくるのか。打った、ファールボール。
投球これから5つ目。打ちました。あっと右中間、どうだ、右中間へのヒット、姫野ヒットを放っています。ノーアウトで同点のランナーが出ました。そしてバッターボックスはオールイ、振り出しに戻したいところ。バントした、サードの前点々としてアウト。ファイターズチャンスメイク。ファイターズ同点のチャンスを迎えます。第2球は直球空振り、バットを出しません、ボール。第4球はまっすぐ空振り。さあ追い込んだ。さあ次は何を投げてくるか。打ちました、ヒット。平沼塁に出ています。今日初めてのヒット。さあそしてバッターは先ほどタイムリーを放っている石井。ここが打った、いい当たりだ、三遊間ライナー破っていった。ファイターズ追いつきました、2対2。今の同点のシーンリプレイでご覧、面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。そして迎えるバッターは高浜、インドを見逃し三振。渡辺プレッシャーをもろとも。ここでバッターは清宮。第2球は直球ストライク、外角へストライク、アウトロー、外れたボール。イーグルスピンチの場面、渡辺最後は全身全霊で投げ込みました。5回の表が終わって2対2、ファイターズ同点となっています。イーグルス見事勝利を収めました。苦しんで苦しんで最後は僅差で逃げ切り、ゴールデンイーグルスの勝利です。勝利投手は浜谷、西武は寺岡。さあそしてイーグルスファンの皆様、よろしいでしょうか。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に素晴らしい活躍を見せてくれました。